まあ、こういう感じの、秋スタイルもいいんじゃないかなっていうことと、紅葉なんかいいかもしれないですね。これね、リホちゃんにもね、いいって言われたような気がします。はい、本日はですね、この秋冬にヘビロテしたいメンズ秋服をご紹介していきたいなと思います。ということで、秋はね、こんな感じの服装しようかなと思ってるのをね、皆さん見ていただこうかなと思ってます。ちなみに、ようやくこのロンティ復活します。糸から作って、次生地をどうするかとか、縫製どうするかって今話してるので、1年ぐらいかけて、365日ぐらいかけてのスパンで、プロジェクト今動いてますので、春ぐらいに出ると思いますね。楽しみにしてくださいということで、まあ、サンプルを着てるわけなんですけども、この秋服ね、何着ていこうかなということで、まず一つ目、まずはね、柄シャツでいきたいなと思います。で、この柄シャツは普通のシャツでもいいんですけど、今回は自分の作ってる洋服とかを一回抜きにしてちょっとやりたいなと思ってますので、自分が作ってる洋服以外の服でやったら何着ていくんですかっていうことなんで、どうせやったら柄シャツとかいいんかなってことで、僕はあんま柄作らないんで、柄シャツはね、これニードルズっていうところのブランドなんですけど、こういう感じでね、さらっと1枚で羽織っててもいいかなと思うので、秋にはいいかなと思うんですけど、ただこれね、素材がキュプラ作られてるんですよ。で、キュプラ使われるともう洗濯全くできないんですよね。で、キュプラって何かっていうと、スーツの裏地なんですよ。で、スーツの裏地とかでよく使うから、肌触りとか着心地がめっちゃいいんですけど、その代わり洗濯とかも全くできないってことで、着て、ちょっと汗かいたなと思ったらクリーニング出さなあかんので、これはこれでね、こんな感じの柄があれば一番いいんですけど、秋にはね、毎年のごとく、これちょっと着ていこうかなと思ってます。次の格好としては、こちらのね、バラクータの G9 という、もう昔からあるタイプのモデルなんですけども、まあ、ちょうどいいんじゃないかなと思います。特に、秋冬なって言ったらみんなシックな色っていうかモノトーン多いじゃないですか。白黒とかが多いから、これでね、あえてちょっとワンポイント目立たすのもありかもしれないんでね、これもちょっといいかなと思ってます。一応色味的にはね、これ春に出たカラーなんですけど、別にね、この色味はね、秋でも使えんことはないっちゃ使えんことないから、ちょっとくすんでるんですよね。だから全然秋でもいけるやろなっていうことで、紅葉なんかいいかもしれないですね。紅葉って葉っぱは赤くなってるけど、洋服地味な人多いけど、洋服もちょっと派手めに行ってね、紅葉に合わせてきてデートで行ったよなんていうのもね、いいかなと思います。我が家今年多分紅葉行かないとは思うんですけども、こういうのをちょっと着ていきたいなと思ってますね。っていうのもね、何がいいかというと、パンツとね、シャツこうやってモノトーンになってるじゃないですか。だけどチラッと見えるこの中とかってね、柄があったりするから、他のところでね、余計な色を使わんでいいんですよ。これチラッと見えるだけでもかっこいいし、見えへんくたら見えへんくてもそれはそれで派手でええしっていうことで、これ2つ目でしょ。で、3つ目っていうのが何かというと、こういうね、ダウンベストスタイルね、これはもう友達と飲み会、友達と飲み会とかする時とかやったら、このダウンベストを立ってきていって、例えばテラス席とかで寒い時とかやったらこれ前閉めればいいし、室内で暑かったらパッて脱げばいいだけの話だから、友達とちょっと会う時なんかはね、これいいんちゃうかなと思います。パンツもそうやったら太くいった方がいいから、ちょっとトレンド意識して、ユニクロのね、カーゴパンツで、この間インタビューでもね、こっちの動画でもやってましたけども、メンズに着てほしいね、夏服、NG 服と着てほしい服で言うと、着てほしい服で結構カーゴパンツ多かったじゃないですか。そこに合わせるわけじゃないんやけども、まあ、男同士やし、別に狙いに行かんでいいっていうかね、別にまあカーゴパンツ履いてても男同士で会うときで普通じゃないですか。だけど女子と会うときにわざわざカーゴ履いてったら、お前狙いに行ってんなってなるじゃないですか。だからそこいうときはもうシンプルでいいけども、おじさんが狙いに行ったらちょっとダサいからね。男同士で会うときとかなんかこんな感じでニット帽とか被るとか全然いいかなと思うんですけど、まあこういう感じの秋スタイルもいいんじゃないかなっていうことと、どうせダウンベスト着るんやったらもう一度派手な方もいいかなと思ってて、これちょっと襟高いんですけど、スタジオニコルソンっていうブランドの、これ中綿なんでダウンではないんですけど、中綿のベスト、これがね、だいたいこれ2022年に出てたやつなんで10万ぐらいしてたと思うんですけど、こういうね、ちょっとワンポイント入れた感じもいいかもしれないですよね。ダウンベストって特にちょっとゆったりしてるし、はっきり言って保温力は袖あった方が絶対いいじゃないですか。ダウンベストっていつ着んのって話だけど、いつ着るのっていうと、秋の朝晩とかそういうところに着やんと、もう冬はもう着れないからね。そこ逃すと残念ながら着ることないよっていう状態になるので、こういう感じも、ね、いいかなと思います。そして次がですね、やっぱりレザーは入れたい。僕個人的にレザー好きやから。レザーこうやって入れるんやったら、パンツは別にカーゴでも悪くないけども、その時やったら幼児先輩入れたいので、あえてね、ゆったりするっていうのも全然ありかなと思います。バイクとか乗るんやったらこんなゆったりするのは変やけども、この格好はどうやろうね。最近思い出した代官山とかね、表参道とかやったらこういうスタイルでもいいかもしれんけども、ちょっと田舎とかやったらこの格好変やでって言われるかもしれんから、そういう時は細いパンツの方がいいかもしれないですけど、ルイスパイセンと幼児パイセンのね、組み合わせ、日本 VS イギリスの組み合わせっていうことで、こういうスタイルもね、いいんじゃないかなと思います。っていうのもね、レザーってね、結構女子受け悪いじゃないですか。だからあんまデートに向いてないんやけど、これ僕ね、去年よう着てた時、いつって言うと、飲み会の時にね、さっきダウンベストの話もしたんやけども、飲み会の時にレザー着ると何いいかっていうと、レザーって匂いつきづらいんですよ。だから居酒屋の臭い匂いとか、そのタバコの匂いとかが全くつかへんので、全然これ着ていって服ハンガーにかけてバンって置いてても匂いないまま帰れるんですよね。で、次の日パッと匂い嗅いでもあんまりレザーなんで匂いついてないんですよ。ただこういうやっぱ布系の服着ちゃうともう匂いついちゃうから、意外とね、これ居酒屋の時とかいいですよっていう話ですね。そして次がですね、黒系のフリースですね。秋やからちょっとフリースもいいと思うんですけど、ちょっとパンツ変えてあげて、
これでね革靴なんかで言ったらねいいかなと思うんですけども、どうですか皆さん。今回ずっと柄が多かったんですよ。裏地で柄とかここが柄とか派手な色とかで多かったけども、今回これはねどれも全然派手とかなんでもないからね、普通にカフェとか行く時やったら、まあ、これぐらい変に気負ってたらねこいつ痛いわと思われるから、これぐらいの感じでねドライブデートしてちょっとカフェ行こうかって言ったらオッケーオッケーじゃあ行こうかって言ってこれぐらいで去っていくと。でちょっと寒いって奥さんとか彼女が言ったら、あほんなんじゃこれキスたるわって上パッて羽織ってあげたらもうそれでバッテリーじゃないですか。だからレザーをね羽織らすとね重たいって言うんですよ。重たいしもうええわこれって言われるから、フリースやったらねかけとってもね、あありがとうって言ってキュンってしていただけるから、こういうスタイルもねいいんじゃないかなと思います。確かこれねリホちゃんにもねいいって言われたような気がします。リホちゃんってあのモデルの子にね、だからその格好いいですねって言っていただいたような気がするので見返してください。で最後っていうのは何かっていうと、はい、最後はねこんな感じのスタイルになります。この辺もね王道っちゃ王道ですよね。チェック系のアウターに、まあ、シャツとかでも何でもいいんですけど、普通の細めのパンツを合わせるっていう感じで、上がちょっとごちゃごちゃしてるからね、まあ、下はもうスッキリさせた方がいいかなっていうことでね、こういうスタイルもやってみました。僕がね今回チェックめっちゃ多いと思うんですけど、チェック柄が合う顔してるからもうそれしかやってなくて、ほんまはボーダーとか入れたいんですよ。ボーダーとかストライプとかっていうこうまっすぐの線のやつとかも入れたいんやけど、顔の形的にちょっと似合わないので、僕の場合はチェックとかこういう丸い柄ばっかりになっちゃうんですけど、人によってはこういうチェックはやめた方がいい人もいてるので、あくまでこれはね僕がこの冬ヘビロテしたいんやったらこの辺りかなと、自分のオフィスにある中でヘビロテしていくんやったらまあこの辺りを多分ヘビロテしていくんちゃうかなっていうことでね、コーデをいろいろ組ませていただきました。僕も今までねいろんな洋服買ったりして失敗もしてきたんですけども、今はねもっといろんな洋服買ってるし、もっとお金かけてるし、でさらに言うと自分の診断とかパーソナルとかもやってるので、あんまり間違えへんというかね、まあこれとこれ組み合わせときゃそれは合わへんことないやろとか、俺の顔にやったらこれ絶対合うやろとかっていうのがね逆に客観的に分かって、全然合わへんやつも分かってるので、まあそんなに大きな失敗はないんですけども、この格好とかやったら何ですかね、まあ子供とちょっとアンパンマンミュージアム行くときとかはこれぐらいでいいかもしれないですね。パパこんな感じでこう手繋いで行って、ではいじゃあどこどこ行こうか、あなんかあそこ売ってるから一緒に行こうかっていうぐらいの感じのスタイル、まあまあそんな感じのことでね、今回コーデをいろいろ組ませていただきました。一回これ切り抜いてどれがコーディネートとしていいかってアンケートののもいいかもしれないですね。で僕ボロクソ言われるっていうね、こんなん顔とこの人似合ってないとかって言われながらインタビューするのも面白いかなということで、今回はですね僕の独断と偏見でこの秋冬にねヘビロテした洋服をね紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。